じゃあのまま家でああと落ち込んでないで来てよかったです。じゃあとりあえず帰りますか。Something really bad. That must be the work of some evil things. Now you came here to talk, but you aren't. Just talk to me. It'll make you feel free. That was 2 days ago, and I was just working, and it just happened without any signs. Hey.修理の期間ですね、こちらがパーツの交換など含む修理が必要だった場合は5から7営業日でお返しするご予定となっておりますので、ちなみにマック自体のバックアップなどはお取りされていらっしゃるような状況でしょうか、普段から。まあ、どうせ消えるんですよね。マックの中にあるローカルのやつ全部消えるということですよね、9割ぐらいは。ここまでお時間いただきましてありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、それではすみません、失礼いたしまして。はい、これはよ、おい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 。ね、ずっとモハベを使ってたんですよ。何個前かわかんないな、もうカタリナが出て、なんか出てるか、そのすごい髪の毛、その前を使ってて、で、アップデートしようとしたのよ、さっきね。ほんなら、カーネルパニックって言ってさ、なんかアップデートにガーンって失敗して、こうなんかコンピューターに問題があるんでシャットダウンしました、再起動しましたみたいなこうポップアップが出て、おお、これはやばいんちゃうかと、やばいんじゃないんですかと思って、いろいろさ、コマンド R とかほらセーフモードとかいろいろこうやったわけよ。ビクともしなくて、ほんで電話したら、うん、それは故障ですねっつって、おい、修理に持っていかないと治りません、ほんでデータ9割消えます、おい。しかもさ、ほらバカだからさ、バックアップ取ってないのよ。取ってんだけど、というのも素材とかね、動画素材とか写真素材とかっていうのは全部外付けハードディスクに保存しているわけ。ただプレミアのさ、その動画の編集データとかダヴィンチの編集データとか、何をローカルに保存してたかなって考えてて、あ、モーショングラフィックスもいったってことか、フォントとか、うわ、それはめんどくせえ。データ、うわ、それはめんどくせえな。くっそ。いや、買ってるやつもあるんだよ。モーショングラフィックスとかフォントとか俺買ってるやつもあるんだよ。サウンドエフェクトもじゃん。うわ、めんどくせえ。これ超めんどくせえぞ。だからそういうのが全部消えるはずなんですよ。多分この修理で。面白いんだよこれ、マジかよこの野郎。So, what did you do after this? He seemed like he just stopped, but not shocked that much or not desperate too much.Actually, he really accepted what just happened to him. He was more like overwhelmed. Because he accepted the reality, he had to deal with tons of stuff he had to think and do. Now, if I borrow some words from Chuck Nolan here, time rules over us without mercy. Ignoring time is a serious crime. No matter what happened, we can't stop in time.着替えたよ。なんでかって、2日後に業者がパソコンを取りに来てね、
で、あのアップルの修理のとこにこう送って、ほんで5日間ぐらい修理かかって帰ってくるらしいんですわ。でさすがにパソコンないとやばいんでね。でも俺持ってるんですよ、このね、2011年の MacBook Pro 11インチかなを持ってるんですよ。まあギリ動くかな。いや多分すっごい時間かかるんだけど、作業する上で。ただまあギリセーフで、あ、そうそうそう、で、まあ、今充電してて、特に今日はそんなにあのいろいろあの文を書くとかそういう作業だから、特にパソコンをあのガツガツ使うっていう感じではないんだが、ただあまりにももうちょっと気がめいりすぎて、もう文書く気にもならんし、ちょっといつもの相棒ね、いつもの相棒 50mm を持って、まあ一応ドローンとかもうフルセットで一応持ってって、もう別に行き先とかないよ、行き先とかないけど、ちょっとそこら辺走って、まあ 2,3 時間後には帰ってくるんだけど、まあ写真とか撮って、まあ普段ねこうならないからね。普段はさ、ほら、こういう写真を撮るとか、例えば どういう動画を作るっていう目的があった上でほら撮影にね出かけるけど、普段はそういうことできないから、まあ、むしろすっごいポジティブになればこれはいいチャンスかもしれない。ほら周りの何外の世界を見るじゃないけど、まあ普段はここに引きこもって、このスタジオに引きこもって作業してるわけだから、まあたまにはちょっとこう外の世界に羽を伸ばすじゃないけど、足を踏み出すっていう意味ではまあチャンスなのかもしれない。とりあえず行きましょう。Because his computer just died, he had a great chance, if you will, to go outside this time. He just drove and drove until he got satisfied. Without his intention, he arrived somewhere great that he didn't expect. というわけで、闇雲に走り続けてたら、めっちゃいい場所に出たんだよ。あのこの上にね、なんかその駐車場みたいなとこがあって、でそこからもう富士と、あの池何なんだろう、わかんないけど、湖がバーって見えて、まあそこに富士見えてんだけど、そのままバーって道路降りてきたら、なんかこんなとこ出ちゃって、これも独り占めでしょっていう。じゃあいつもの撮影 スタイルにして、ちょっと先にドローンやるわ。いや、これは当たったわ。これは当たったね。やばいね、これ。ちょっとこれは、あっちの方冒険してみる？なんかさ、そうなんだよ。ドローンを先にやっとかなって思うんだけど、こういうの見ちゃうと、行きたくなっちゃうんだよね、あっちの方に。いや、こっちもすごいいいじゃん。こっちもすごいいいんだけど、俺からしたらもうこっちの方が魅力的なわけよ。絶対面白いじゃん。ちょっとこれからあと10分15分ぐらいちょっとだけ撮って、レンズ2本持ってきてるんで、 50mm とあの望遠レンズ持ってきてるから、ちょっとそれでやってみて一服して帰るかなっていう感じです。面白い、最高じゃんこの場所、超いいわ。Looks lost. He does? Where he headed? Well, he was just about to figure that out. When you got something terrible, you may feel, why did this happen to me? What did I do? What am I supposed to do? There is no hope. Yeah, you're right. Sometimes it's hard to have a hope when you're depressed deeply. But hey, something like that happened, you know? You can stop. Yeah, maybe a little while.But when the time comes, you need to follow it. The time exists where things move. It doesn't where it's still. You gotta move, or you're gonna end up being departed in time. It's okay if you got nothing, unless you're moving and you're alive. Just let yourself rely on the time. That's what you do. 家着くの遅くなるわ、これ。というわけで。
帰りますけど、すごいいい経験だったよ。あのまま家でああって落ち込んでないで来てよかったです。じゃあとりあえず帰りますか。Yeah, that's it. Now you may go. Yeah, this is all I can get this time. Yeah.